はい、今日は富士フイルムスーパーカップです。ヴィッセル神戸対川崎フロンターレです。です。ついに今年が始まりました。始まります。今日は今年初のサッカー観戦ということで楽しんできます。行きます。では行きましょう。行きましょう。代々木からはどんぐらい？15分ぐらい？まあ20分ぐらい歩けばすぐに国立に着いちゃいます。テレビ朝日で放送してるらしい。何が？今日の試合。あ、そうなんだ。着いた着いた。今年初国立競技場。そうだね。何回行けるかな。今年も結局いっぱい来ることになるんだろうな。これ J1 チームだけかね。そうだね。あらら。パンツだね。いいじゃん、ね、パンツ、うん、パンツはいいかな。入りました。生大阪初めて。本当だ。オレンジウェーブ向こう側。誰誰神戸ってさ、ヴィッセルの V。マルシーニョいるよ。マルシーニョすごいんだよね。ね。あー来た。あ来た。どれ大阪。あーいるいる。いるいる。
は52,142円です。会場誠にありがとうございます。スーパーカップが授与されます。見終わりました。1対0で川崎の勝利、おめでとうございます。おめでとうございます。来週からはリーグ戦が始まります。開幕、やっぱりサッカーは現地応援が楽しいですね。ですね。今年も、はい、楽しもうサッカー観戦。楽しもう。ではではでは。またこうやって遠征するんだね。何だ？